ウィズ・エム・ユー・ソイ・シーチェキ企画ナンバー・アンダーライン愛の笑顔に癒されるファン続出中音楽は私たちの生活において何気ない瞬間を特別なものに変える力を持っていますハッシュタグウィズ・エム・ユー・ソイ・シーというプロジェクトはその力を最大限に引き出し音楽を通じて人々がつながることを目指していますこのプロジェクトはただの音楽イベントではなく アーティストとファンが共鳴し、共有する体験そのものです。特に発したグイズ MUSIC のチェキ企画は、ファンがより身近にアーティストを感じることができる貴重な瞬間を提供しています。チェキというフォーマット自体がノスタルジックでありながら、リアルタイムにその時の感情を封じ込めることができるユニークな手段で、ファンとアーティストの距離を一層縮める役割を果たしています。 最近ではナンバーアンダーライン愛が登場し、そのチェキが大きな話題を呼びました。ファンの反応を見ると、彼らがチェキを通じてアーティストの笑顔や自然体の姿に感動している様子がよくわかります。音楽パフォーマンスの華やかさとは異なり、リラックスした雰囲気や、アーティストのプライベートな表情が垣間見えることが、ファンにとって大きな魅力となっています。 4月や6月の時と比べても、今回のチェキには一層の温かみが感じられるという声が多く寄せられています。このような企画は、アーティストとのつながりを強化し、単なる視覚的な楽しみだけでなく、感情的な絆を生み出すことができるのです。一方で、この企画にはいくつかの新しいチャレンジも考慮すべきです。チェキという形式は、 アーティストの自然な姿をファンに届ける一方で、その瞬間が一度限りであるという特性も持っています。ファンにとっては、その瞬間を逃すことができない、というプレッシャーもあるかもしれません。このような一瞬を捉えるメディアの力は大きいですが、それと同時にデジタルコンテンツが当たり前となっている現代において、どのようにファンがその瞬間を大切にし、 保存ししててていけるのかかがが課題として浮かび上がってきます TVer での見逃し配信があるとはいえリアルタイムの感動を共有するという部分でファンとの新しいインタラクションの形を模索することが今後のテーマとなるでしょうまたファンの中には見逃し配信で何度も見返すという声も多くこれは音楽やパフォーマンスが一回限りのものではなく 何度も楽しむことでその深みや新たな側面が見えてくるということを示しています。これこそが現代の音楽消費のスタイルを反映しているのかもしれません。ライブパフォーマンスが持つ一瞬のエネルギーとデジタルメディアを通じて繰り返し体験できるという二重性がファンにとっての新しい音楽の楽しみ方を提供しているのです。例えば、 ナンバーアンダーライン愛のチェキが公開されるたびに、ファンはその笑顔や自然な表情に癒され、何度もその写真を見返すことで、その瞬間に新たな発見や感動を得ることができます。これはまさに、音楽がただ聴くだけでなく、見て、感じて、反数することでより豊かな体験になることを証明しています。このように、ハッシュタグ WithMUSIC プロジェクトは、 ファンとアーティストがただ一方的に接触するのではなく、双方向のコミュニケーションが重要な要素となっています。チェキのコメント欄を見ると、癒された、可愛すぎる、何度も見返します、という言葉が並び、アーティストがファンに与える影響の大きさがわかります。これに対して、アーティスト自身も、ファンの反応を見て励まされたり、次のパフォーマンスに向けてのエネルギーをもらっていることでしょう。 こうした相互の影響は、単なるエンターテイメントの枠を超え、人と人との深い結びつきを形作っているのです。ハッシュタグウィズ MUSIC プロジェクトが提案するこの、音楽と共に生きるスタイルは、現代の多忙な日常において非常に重要です。音楽は、私たちが日常の中で心のバランスを保つための手段であり、時にはストレスを解消し、 時には新しいインスピレーションを与えてくれる存在です。そして、このプロジェクトはその音楽の力を最大限に活用し、ファンが自分自身を音楽を通じて再発見し、他者と共有する場を提供しています。特に、SNS を活用した企画が多く、ファン同士が共感し合うことで、音楽体験がさらに広がりを見せているのです。しかし、 ここで考えるべきは、音楽とテクノロジーの融合が進む中で、どのようにして、アナログな瞬間を大切にしていくかという点です。チェキという昔ながらのフィジカルなメディアが、これほどまでにファンに愛されている理由は、その、一瞬しか存在しない儚さと特別感にあると言えるでしょう。デジタル技術が発展する一方で、私たちは、 手ででで触れられれららるるるるもものののを目で見てて感じられるものに対すす望を持ち続けているのですこうした2つの世界がどのように共存し未来の音楽体験にどのような影響を与えていくのか興味深い課題ですそして「ハッシュグ i t ズ m u s i c のようなプロジェクトが持つもう一つの大きな意味は音楽がどのように人々をつなぐのかという問いに対する実験でもあります 音楽イベントやパフォーマンスが持つ一体感は、現代の孤立した社会において特に重要な役割を果たしているのではないでしょうか。コロナ禍によって物理的な距離が広がった一方で、音楽が持つ、感情的な距離を縮める力は、これまで以上に価値を持つようになりました。ファンが TVer で見逃し配信を何度も見るのは、単にパフォーマンスが素晴らしいからではなく、その背後にある、 つながりを感じたいからだと言えるでしょうこのように、ハッシュタグ #ismusic は音楽を通じて人々がつながるだけでなく、個々のファンがそれぞれのペースでその瞬間を大切にし、繰り返し楽しむことができる柔軟な体験を提供しています。これは音楽が持つ普遍的な力であり、どの時代においても変わらない本質です。音楽は、 どんなにテクノロジーが進化しても、人々の心に直接働きかけることができる唯一のメディアであり続けるでしょう。そして、ハッシュタグィズ m u s i c のようなプロジェクトが未来の音楽体験をどのように進化させていくのか、今後も注目すべきポイントです。最終的に、音楽は私たち一人一人の人生に個別の意味を持ち、それぞれの瞬間に特別な光を与えてくれます。 ナンバーアンダーラインアイのようなアーティストがチェキを通じて見せる一瞬の笑顔や自然体の姿は、ファンにとって何度も見返したくなる宝物です。それは、ただの写真ではなく、音楽が持つ魔法の一部であり、ファンとの間に築かれた信頼と愛情の象徴でもあります。だからこそ、ハッシュタグイズ MUSIC のような企画が成功し続けているのです。それは、 音楽がただ耳で聞くものではなく心で感じるものだからです。